そばとそばとうどんっていうことでね、はい、とにかく、うん、まずじゃあ一之輔さん、まあ時そばね、東京は時そばっていうラボありますからね、はい、やります、はい、お願いします。本当やんないよって、若ぽんが言うからやるんですよ。ありがとうございます。どんぶり持ちますよね、こうやってね、どんぶりね、でお箸でね、はい、はい、渡したりするでしょう、ね、おそばこうこうこう、一之輔を久しぶりに見たんだ。こんな一生懸命やる、こんな一生懸命やってる、すごいです、これ、世紀の瞬間の、こんなもう、もう、いいんで、じゃあ、うどん、今のがそばっていうの分かっていただきました、はい、で、もうこの、ここ、若者さん、はい、ちゃんと見ててください、そば、で、私のうどんです、はい、もうその違いっていうのを、もう早くしてください。早く、分かりました。言いたいことは分かりました。早くやってください。うどん。うどんね。うどんね。いくよ。はい、みんな大好き。違いが分かるかな。気分に。いくよ。お客さんがそれを見分けが分かるまでに50年かかるらしいです。分かんないです。結局分からない。でも細かいところはね、やっぱり太さを、はい、太さがでも音で表してる。音がちょっと軽い音とちょっと重たい音というか、はい、もう一回やってごらん。もう一回ちょっとそうチルッとやってごらん。おお、全然違いますね。でもこうして聞くと、そうしかも細い。うどんやってみて。そば。そんな変わんねえな。そんな変わんねえ。そんな変わんねえ。